めちゃくちゃ簡単に組み立てられるっていうところと、こう色分けがねこうしっかりされてるっていう、結構無理なポーズ取ったりしてもこうキャタピラーのおかげでこうポーズ決めることができる。いいですね。各部ね3ミリの穴開いてますので、いろんなねパーツをつけることもできますと。後ろにグッと持ってきて、肩の可動を利用して後ろでこうバチッとね、はい、こう合わせてパカッと開いてあげます。こんな感じで、はい、90度回転させると、後ろにグッと、はい、こんな感じで持っていって、うまいことグッとこう持ってきてあげて、これでガンクロン洗車モードになります。このハッチが開きます。こんな感じで、いやめちゃくちゃかっこいい。いやー素晴らしいですね。デフォルメされたキャラっていうの可愛いね。このロボットモードと戦車モードっていうところはね、もう自分もバッチバチにもハマりましたね。これはこんにちは、スタルケルです。皆さん、こちらエボロイドの新商品が来ました。こちらのエボロイドのガンクロンとエボビーストのファン顔ですね。ということで、自分以前にこのねエボロイドシリーズのジェットンとイーレックス、そしてプログレスボディの、はい、レビューもねしてますので、ぜひ見てみてください。ということでね、今回はこっち左側のガンクロンをレビューして、次回の動画でこちらファン顔をねやっていきたいと思います。それではまず見ていきましょう。パッケージからですね、いやこのイラスト素晴らしいですね。そして右下には女の子が写ってます。褐色ですね。で EVVGC1 ガンクロン ER003 と書いてます。それでは横、はい、こんな感じで、シリーズラインナップで、反対側、はい、別売りのプラモデルと組み合わせてエボロイドをカスタマイズということで、3ミリジョイント、であとこの MSG モデリングサポートグッズともこうねいろいろ連動できるっていう感じになってます。で裏、熱い九州男児ガンクロンそうなんだ、どっせい陸戦ならおいどに任せんしゃい、熱いですねこりゃ。ということで早速開けていきましょうか。さて中身が、はい、あ、ランナーがたくさんと、うわまだあった。でちょっと開けてみましょう。ランナーを取り出すとこのような感じになっています。でまずこちらがガンメタリックっぽいね色になってまして、次これがミリタリー系のなんかグリーンですね、ちょっと薄めのグリーンと、こちらもミリタリー系の黄土色ブラウン系になってます。であとクリアパーツなんと2色も入ってまして、水色とこの赤ですねが入ってます。でこのシール、はい、こんな感じで、はい、7枚ですね。であとこのパーツリストの紙と説明書が入ってます。このやっぱ説明書にこのあのガンクロンの説明とか、あと漫画もあるのでめちゃくちゃ楽しめますね。であとはこういうね組み立て方が載っています。それでは早速組み立てていきましょう。ということで完成したガンクロンはこのような感じになっておりますと。いやこのエボロイドのねいいところがやっぱりめちゃくちゃ簡単に組み立てられるっていうところと、こう色分けがねこうしっかりされてるっていう、だからもうパッと組み立てて、で自分部分塗装をしたんですけれども、こういう溝があるんですよ各所、その溝にこうガンメタを塗っているっていうのと、あとこの背中についているこの銃ですね、この銃の先端もガンメタで塗ってあります。であとはここの目のクリアパーツですね、この水色のクリアパーツに裏からシルバーで塗装してます。そうすることによってこうキラッとねクリアパーツが輝いて、この目のモールドもねしっかりこう活かされるっていうね感じになっております。あとはこうシールですね、こういうところとか、はい、でシールなんですけれども、こんな感じで、まあ、少なめでこうすごくありがたくて、でこの目もこうシールでこう、ね、光の表現をしたりだとか、こうメタリックにすることもできますし、この額のここですね、赤い部分もシールで、ね、再現することができますと。いやこれいいですね、はい、こんな感じで、あでこのマーク、はい、この正義側のマークがここ頭の後ろについてありますと。いや全く違いますね、やっぱりこう全然同じエボロイドですけれども、これ2つともね
やこんな感じで個性豊かなねこのロボットたちが出てくると。で、これ武器がこんな感じでついているんですけれども、これなんとこれ漫画でも登場するんですけど、これをこう後ろにこうくっつけて、でこの頭をくるっと回転させるとこの頭から砲撃できる形態みたいなっていう、こういうちょっとしたねこう変形も楽しめるっていう感じになっております。で可動も本当にすごくて、膝、はい、膝めっちゃ曲がるのと、こう回転もね太ももの、はい、この膝上かの部分であったりだとか、はい、このつま先もこうグワングワンで動きますし、あとこの、はい、腕根元からこう開いたりもできますので、本当にこのコアが優秀なのと、この腕足めちゃくちゃこう可動があるので、こんな感じで、はい、でこの後ろにキャタピラ、足の横にねキャタピラがあることで支えられるんですよ後ろ。なので結構無理なポーズ取ったりしても、こうキャタピラのおかげでこうポーズ決めることができると、こんな感じでもう、はい、バチッとねポーズ決めることができますね。いや素晴らしいですねこれは。で、まあ、こんな感じで、あ、でこの角なんですけれども、この角のパーツもう一種類ありまして、こんな感じでこの角なしバージョンもついてるので、これと交換することができます。例えばなんか複数個買った時になんか角ありがリーダーにして、もう角はなしのやつをなんか量産機みたいにするっていうこととかもねできるので、まあ、自分の好きな方にね、やることができますと。いや素晴らしいですね。各部ね 3mm の穴開いてますので、いろんなねパーツをつけることもできますと、まあ、こう銃をねこう肩にこうやってグッと取り付けてあげることもできますし、この背中についているこれですね、これを、はい、背中から取り外して、この腕の横にこうバッとね取り付けてあげるなんてこともねできますので、いやこれねほんと戦車型ですから、こうもう銃めちゃくちゃあるみたいな、こういうフルバーストモードみたいなこともできてしまうと、いや素晴らしいですね。ということで、このエボロイドの魅力ね、もう一つあります変形なんですけれども、変形やっていきましょうか。まずはこの銃ですね、銃の持ち手をグッと後ろに向けます。でここにグッと差し込んであげると、はい、こんな感じで。でそしたら次腕ですね、腕を、はい、こうグッと90度曲げてあげて、肘で曲げて、でこれを横にグッと、はい、こんな感じで稼働させます。でそしたらそのままこの後ろの切れを利用してグッと上に腕を持ち上げて、この肩とこう揃うように、はい、つらっとこう揃うようにしてあげます。反対側も肘をグッと曲げてあげて、で横にグッと、はい、持ってくる。でそのまま後ろにグッと持ってきて合わせてあげると。でこれをそのままこの肩の可動を利用して後ろでこうバチッとね、はい、こう合わせてあげます。で次足ですね、足はここグッとね、ここ股関節くっついてるんですけど、それをパカッと開いてあげます。こんな感じで、はい、パカッと開いて、でこの足のつま先をグッとね、はい、上に向けます。反対側もグッと、はい、でこうしてあげたら、この膝から下を90度、はい、グッと回転させます。反対側も90度回転させると、でこうしたら、はい、この足の根元から後ろにグッと、はい、こんな感じで持っていって、足もこうやって揃えてあげます。でこうなりますね。でそしたらこのキャタピラ、このキャタピラの根元がこう軸2つあって、根元の軸とキャタピラについてる方の軸ってこう2つあるんですけど、これうまいことグッとこう持ってきてあげて、この後ろのねこの足の裏とこうね平行になるようにこう合わせてあげます。反対側もこんな感じで、この面が狭い方、こう長い方と短い方あるんですけど、短い方が下になるようにですねにしてあげて、この隣の足のここと平行になるようにしてあげます。でそうしたら最後この背中から外したこの銃ですね、これをこの横の部分にグッと取り付けてあげると、はい、これで
ガンクロン戦車モードになります。どうでしょうか。いやめちゃくちゃ可愛いですねこれ。後ろには顔がついていると。なのでこの戦車モードでこう逆にね、さっきはロボットモードで戦車のね砲台向けてましたけど、逆にこういう戦車モードで顔向けるなんてこともできると。いやめちゃくちゃこう可愛いんですけど、こう色が本当にザ・ミリタリーって感じするので、ちょっと渋さもありつつっていう、こういい感じのねバランスがあっていいんじゃないかなと思います。あとはこの戦車状態のギミックで言えば、まあこの砲台が回ったりとか、ここの方針ですねがこう角度が変えられるっていうところと、あとここ、このハッチが開きます。で自分この中身もちょっとねこう塗っているんですけれども、こう空洞があるのでね、何かをこう乗せたりとかね、ちっちゃいやつこう乗せたりとかもできますね。同じエボロイドのジェットンと比べてみるとこんな感じになっております。いや、やっぱりめちゃくちゃ可愛いですよね。いやこのエボロイドの魅力として、このデフォルメされたこの可愛さってあると思うんですけど、それがこう2つとか並べることによってさらに可愛さがなんか増しますね。やっぱこれちょっと集めたくなりますねこれは。さらにエボロイドの魅力といえばこんな感じで、もう自由自在に組み替えて遊べるっていうところなんですけれども、まあ、今からこう実際にちょっと組み替えて遊んでみたいと思います。もうこんな感じで、もうこのコアとかも全部バラバラにできちゃうんですよ、こうやって引っ張れば。なのでもうこうやってもう自分の好きなようにこう組み替え遊びができるというところね、まあ、なのでもうずっとねやってられるんですよこれエボロイド、まあ、なのでこう実際に皆さんもこう買った方とかはこうやっていろんなね組み替えを試してみていただきたいですね。こんな感じでもうこうコアの部分こう伸ばしてこうつけちゃうだとかっていうこととか、あともうこの戦車の方の下の方にも穴が開いてるので、元についてた場所とは違うところにこうやってつけちゃうとかっていうねこともできますし、さらにこのエボロイドこういうね付属パーツがあるんですけれども、それもこう利用してあげるとさらにこうねこうねまた違った元とは違ったような遊び方ができると、拡張性がねめちゃくちゃあるんですよね。ということでこうやって、はい、自分の好きなようにこうパチパチと簡単にこうできるので、まあ、こんな感じでねやって、でさっきのジェットンとこう組み合わせてあげたりとかねして、こうなんか砲台みたいな砲台モードみたいな感じでこう自分で、ね、好きなようにこう、ね、できるっていうところ、見てください、こんな感じで、はい、やったりもできるんですよね。これが本当に素晴らしい。でこうジェットンにこうやってねこのガンクロンのパーツつけてあげたりとかもねできるので、こうやって組み合わせて遊べるのがね、もうエボロイドはめちゃくちゃ楽しいんですよね。はい、こんな感じで、いやめちゃくちゃかっこいいいやー素晴らしいですね、いいわ。あとはこのような感じでエボビーストの E-REX とこのガンクロンの下側のねキャタピラの部分合わせてこう恐竜の戦車みたいにねすることもできるという、本当に自由自在ですね。もういろんな組み合わせがあります。ということで今回のエボロイドのガンクロンのレビューいかがだったでしょうか。このエボロイドで毎回すごいなって思うのが、このコアは一緒なんですけれども変形がもう全く違うと。で今回ね戦車モチーフってことでちょっと渋めなカラーリングなんですけれども、こうデフォルメされたキャラっていうの可愛いね、このロボットモードと戦車モードっていうところはね、もう自分もバッチバチにもうハマりましたねこれは。でもう集めれば集めるほどもう組み替えもね楽しいということで、簡単だし組み立てもなので、これぜひねお子さんと一緒にこう組み立てたりだとかでしていただきたい商品だなと思いました。ということで今回の動画いいなと思った方はぜひチャンネル登録や高評価、 Twitter のフォローやサブチャンネルの登録などよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。スタルケルでした。